こんな感じでドラゴンライダーにしたのでめちゃくちゃかっこいいです。皆さんこんにちは、ひろげです。はい、今回の動画は僕主催の変形合体レゴロボコンで僕が作った変形合体レゴロボを紹介します。はい、皆さん大変長らくお待たせしました。僕主催の第1回変形合体レゴロボコンが終わって4ヶ月経ちました。本来でしたら7月中に公開するつもりだったんですけど、まぁ、ちょっといろいろあって今回このような形になりました。本当にすいませんでした。はい、今回の第1回変形合体レゴロボコンのお題はコアロボです。そもそもコアロボって何なのかというと、人型ロボット中心にその他のメカが合体していく方式をコアロボ方式と言います。僕が作った変形合体レゴロボは今回は合体合体です。人型ロボが1体と4つのマシンの構成になっています。今回は人型メカ以外の4つのメカが全部合体してドラゴンになります。で、さらにそのドラゴンと人型メカが合体して1体のロボになります。では一体ずつ紹介します。まずこちらがコアロボのデュランダルスです。全体はこのようになってます。近くで見るとこんな感じです。造形についてはシンプルにまとまっていて、カラーリングは赤色と黄色と灰色を使ってます。デュランダルスは合体した時に胴体になります。背面にデュランダルスの剣を持たせることができます。このデュランダルスはめちゃくちゃ動きます。まず頭部がこのように稼働して、腕がこのように動きます。肘もこのように稼働して、でさらに指稼働もあります。腰もこのように稼働して、足もこんな感じで動きます。こちらの剣はパーツの付け替えで槍モードになります。はい、これが槍モードです。ちなみにこちらの武器のモデルは仮面ライダーセーバーの仮面ライダーデュランダルの時刻剣開示がモデルです。コアロボの名前も仮面ライダーデュランダルから取ってます。はい、武器を持たせるとこんな感じです。先ほどのデュランダルスの可動範囲を生かしてこのようにダイナミックなポーズも決まります。剣モードもこのように決まります。今回ボールジョイントが割としっかりしてますので、こういったポーズも難なく決まります。はい、こんな感じで片足立ちも可能です。はい、コアロボのデュランダルスはこんな感じです。はい、ここから残りの4つのメカを紹介します。まずこちらがドラグヘッダーです。全体はこのようになってます。ドラゴン時に腕と足になって全合体したロボの時は上半身を構成します。続いてこちらがドラグキャノンです。全体はこのようになってます。ドラゴン時には胴体になって全合体した時のロボでは胴体を構成します。続いては4つのメカで一番でかいドラグランダーです。全体はこのようになってます。ドラゴン時には大きな翼になって全合体したロボの時には下半身になります。はい、最後はこちらのドラグウィンガーです。全体はこのようになってます。ドラゴン時には下半身と頭部になって、ロボモード時には腕と武器になります。はい、4つのメカとコアロボのデュランダルスを並べてみるとこんな感じです。今回僕が作ったロボなんですけど、基本的にカラーリングは全部一緒で赤色と黄色とグレーを基調に作ってます。こんな感じで全体的なカラーをまとめることによって統一感が得られるのも工夫したところです。ではここからデュランダルス以外の4つのメカが全部合体してドラゴン状態のドラグナードラゴンに合体させます。ちなみに今回の合体方式なんですけど、バズル合体となってまして、まあ、簡単に言えば1回全部バラバラにしてもう1回合体させる方式です。ではまずドラグヘッダーから合体させます。このパーツを取ります。でその後このパーツも取ります。反対側も一緒です。続いてはドラグキャノンです。ドラグキャノンについてはパーツの付け外しはありません。完全変形合体です。このキャノンをまっすぐにして回転させて、このジョイントと合体します。そしてこのパーツを前に出せば、はい、これでドラグキャノンの準備は完了です。続いてはドラグランダー。まずこの部分をまっすぐにしてここを回転します。そしてワンクリック上げます。続いてこの部分をワンクリック曲げます。反対側も一緒です。はい、ドラグランダーの合体は以上です。では最後はドラグウィンガーです。この部分を外します。これがドラグナードラゴンの頭部になります。続いてこのパーツを外して、この部分をまっすぐ伸ばして回転、そしてこれをまっすぐにして、続いてこちらのパーツを左右に付け替えます。最後に先ほど取ったパーツをここに合体すれば、はい、これでドラグウィンガーの準備は完了です。はい、ここまでバラバラにしましたので、ここから合体させていきます。ドラグキャノンとドラグランダーをここに合体させます。おお、はい、この時点でドラゴンの大きな翼になります。続いてドラグランダーのここのパーツを使ってこのパーツを合体させます。一回爪をこのように稼働すれば、はい、これがドラゴンの腕になります。続いては下半身を合体させます。このパーツとここを合体、
はい、これがドラゴンの足になります。そしてこの部分にこのパーツをセットします。そして最後はちょっとだけ動かして、はい、これで下半身の完成です。では上半身と下半身を合体させます。で、これちょっと申し訳ないんですけど、このままだと、あ、自立できた。実はこの形態なんですけど、自立不可能なんですよね。なんでかっていうと、羽が重すぎるので、その重みで結構前に倒れちゃうからです。なので、基本的にドラグナードラゴンは、こちらのスタンドを使って自立させます。とりあえずスタンドをつけて、最後にこの部分に頭部を合体すれば、はい、完成。こちらがドラグナードラゴンです。はい、4つのメカが見事に巨大ドラゴンになりました。僕これ作るのが一番大変でした。まずそもそも何が大変だったのかというと、4つのメカをいかにドラゴンの形にするのかというと、グランダルス合体した時のロボモードのこととかも考えたので、めちゃくちゃ作るのが大変でした。これなんとかかろうじてこの状態保ってるんですけど、このスタンドなしだと実は安定しないんですよね。とりあえず今のうちに大きさ深くいきます。まずミニフィグと並べるとこんな感じです。おおよそミニフィグ7体分はあります。続いてレゴマリオと並べるとこんな感じです。レゴマリオ4体分はあります。カラー的にあと青色があればマリオのドラゴンみたいですね。はい、そしてデュランダルスと並べるとこんな感じです。もうなんかこの2つの並びめちゃくちゃかっこいいですね。はい、では近くで見ましょう。まずこちらが頭部です。頭部の造形についてなんですけど、僕が前に買ったレゴクリエイターの中世のお城についてくるドラゴン、あれとほぼ一緒です。続いてドラゴンの羽はこのようになってます。これだけパーツ密度があるドラグランダーをこのように羽にしたので、結構自立とかに不安はあったんですけど、スタンドパーツをつけたことによって自立解消したので、まあこれはいいかな。ちなみにこちらのドラグランダーなんですけど、僕が以前作ったキラーエンペラー、あれとまあほぼほぼ造形は一緒です。続いて胴体はこのようになっていて、胴体自体は結構細身になってます。続いてこちらが足になってます。足については本当はドラゴンの足っぽくしたかったんですけど、まあちょっといろいろな都合もあってこのようになりました。横から見るとこんな感じで羽めちゃめちゃでかいです。後ろから見るとこんな感じです。後ろから見たら結構割と綺麗にまとまってるように見えます。こちらのドラグナドラゴンなんですけど、稼働はするっちゃするんですけど、実は稼働しちゃうとパーツが取れたり崩れたりするので、基本的にドラグナドラゴンはこのように合体したら固定です。これについては後の合体のことを考えたら、まあ仕方ないかなって僕は思います。そしてこちらのドラグナードラゴンなんですけど、デュランダルスを乗せることができます。前々からドラゴンライダーの変形合体ロボ作ってみたかったんですけど、やっと叶えることができました。ではデュランダルスを乗せます。ちょっと分かりづらいんですけど、ドラグナードラゴンのこのジョイントとデュランダルスのこのジョイントを使います。これちょっと崩れたら怖いので慎重にやります。はい、乗せてみるとこんな感じです。はい、ちょっと若干見えづらいんですけど、見事にドラゴンライダーにすることもできます。近づいたらわかるんですけど、こんな感じでデュランダルスがドラグナードラゴンに登場してます。いや、やっぱこんな感じでドラゴンライダーにしたのでめちゃくちゃかっこいいです。はい、それではここから全部が合体して巨大ロボドラグナーカイザーへ合体させます。最後にヘルメットパーツをつけて、はい、動画を最後まで見てくれてありがとうございます。僕のチャンネルに登録していただくと最新の動画がいち早く見れます。チャンネル登録や熱い高評価どうぞよろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。ほんならー、イエーイ。